皆さんこんばんは。内科医多教の心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで、毎週月曜日21時は通常はライブ配信の時間なんですけれども、今日は特別にプレミア公開でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。で、今日もですね、特別ゲストをお招きしておりまして、長野博之先生をお招きして、この診断する医師の頭の中っていうのをお話お聞きしたいと思います。長野先生、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。長野と言います。はい、お願いします。それでは早速今日のお品書きに行きたいと思いますけれども、今日のお品書き、ゲストのご紹介、スライドの中にもですね、自己紹介ちょっと入れていただいたんで、簡単にこちらからご紹介っていう形でさせていただいて、で、レクチャーをですね、今日も準備してきていただいているので、それを初め前半、長野先生の方からお話しいただいて、で、後半はですね、ちょっと今日は、失礼しました。今日はですね、ちょっとライブ配信ではないので、長野先生と2人でいろいろ診断について語っていこうかなというふうに思ってます。はい、ということでどうぞよろしくお願いします。します。はい、で、まずはご紹介ですけれども、先生、あれですね、今年度で今は京都大学のご所属でいう形ですけれども、無事にご卒業ということで、先ほどおあ、あ伺いしりまがしたとうごけざど、いまおめです。とうございます。なんとか先はい。日無事、はい。学位審査を通りまお、して、素は晴い、らなんしい。とか卒業できそうです。これって医療経済学分野なんですね。いや、先生からいただいはい。て思ったんですけども、はい。これなんかあ、いろいそうなろ、んです。一応医療経済とかですね、あとは医療の質っていうのを、専門にした、研究室で、研究しております。ちなみに博士論文はどんな論文を書かれたんですか？あ、博士論文はですね、ちょうど3年前ぐらいに、セファゾリンという抗菌薬が、なくなって皆さん苦労したいと、や、むちゃくちゃのが苦ちょっ労しまと、したよ。はい。私も働いてる時に結構苦労した記憶がありまして、はい。その影響を調べたような研究になります。なるほど、なるほど。それ、結構、なんはてい。言うんですかね、結構セファゾリンってよく使う抗菌いや、む薬ちゃくちゃ使いますよね。ですよね。はい。なくなってそすれぐがと。使えなくなって、はい。例えば、結構幅広い菌に効く抗菌薬を使わなければいけなくなったと思うんですけれどはいはも、い。どういった抗菌薬が使われたとかですね。はい。あとは、それで、病院が、費用的にどうなったかとかですね。おお。あと、発展的には、ちょっとどういう、影響が出たな、どういう合併症が増えたとか、そういった研究をしました。それも興味津々ですね。レセプトデータとかを使ってやったんですか？はい、病院の、DPC データを使ってやったやっぱ、ものになります。なるほど。いや、そちらのお話もいろいろお聞きしたいところですけれども、いや、ありが先とうご生、ざいます。いろいろマルチにご活躍なんで、あれなんですけども、今日は、診断の話ということで、で、先生、実はこの診断関連では、こういうジェネラリストのための内科診断キーフレーズっていう書籍もですね、医学書院の方から出されていてですよね。これもともと連載でりしがたよとうございね。ます。はい、もともと、医者向けの、雑誌で連載していた、内科診断に使えるカードですかね。ちょっとタイトル違うそうもでのすでね。連載してたのをちょっとまとめたようなものになります。いや、これすごい、私も拝読しましたけど、もちろん。ありがとうごやっざいぱまり目す。の付けどころがすごい面白いなと思って。ありがとうございいまや、そす。れをそういう形でまとめていかれるのは、なんか先生ならではだなと思って、読ませていただきました。ありがとうございます。で、今日のテーマにつながりますけれども、今日のテーマはですね、スーパースペシャリストによる診断、かっこ臨床推論レクチャーということで、以前にもですね、実は獨協医大の、主任教授を今されておられる清水太郎先生ですね、通称清太郎先生にもこの臨床推論のお話ししていたこともあるんですけれども、ちょっと話がハイレベルすぎてですね、私も3%ぐらいしかよくわからなかったんで、ここは長野先生に正統派なレクチャーをいただこうと思いまして、今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあスライドに行きたいと思います。はい。
じゃあ、始めさせていただきます。おはい、願よいろししくおま願いしす。ます。先ほどご紹介いただいた奈良野と申します。今日は診断の見える化というところで、先ほど、大竹先生からですね、清水太郎先生のお話あったと思うんですけれども、まあ、清水太郎先生、私もたくさん教えていただいてた先生でして、もうその先生が説明した後に私が何か話すのすごいこう、申し訳ないというか、いやいや、全す然ごい、清水も先う、生は本当に自由に話していかれたんはで、い。清水先生、本当に、お師匠的な立場の先生で、その方が話した診断ということについて、私はちょっと、まあ、恐れ多いんですけれども、ちょっと今日話させていただきます。で、先ほどかなりハイレベルなお話だったということで、まあ、今日はちょっと噛み砕いてですね、一般の方も結構聞かれてる、YouTube チャンネルとお聞きしておりますので、ちょっとわかりやすくですね、どういうことを考えてるのかっていうのをちょっとご説明できればと思います。で、今、自己紹介のスライド出していただいてまして、私の簡単な自己紹介なんですけれども、医師13年目になりまして、専門は、総合内科、総合診療科というところで、主に、まあ、病院の中でのですね、総合内科、総合診療科として働いてきております。大竹先生とは、あれですかね、関西若手医あ、師そうフェでデすね。レーションというですね、若手が集った勉強会で非常にお世話になってまあ、して、いやいやいや、こちらこおそそでらすよ。く学生の時からですね、先生が発表されてるのを見ながら、あ、そ初う期でし研たね。修医ぐらいからいろいろ、確かに。教えていただいてたとあ、思いえいいます。え。もう十本当に何お世年話にのなっごた。縁で。あ、いはい。えいえ、はい。ありがとうございます。で、今まではですね、奈良県の天龍ロード相談所病院とかですね、京都から桑田丸太町病院という、まあ、病院の中で、総合内科をしておりまして、で、先ほどご紹介いただいた大学院はですね、今から4年前から働いてというか、学ばせていただいております。で、3年前からはですね、よしき往診クリニックという在宅診療専門のクリニックで働いてまして、まあ、先日このチャンネルでもですね、吉松先生という私の大阪大学の同級生の先生出てらっしゃいましたけども、そこでお二人で在宅関係の誤嚥性肺炎の本を書いたんですが、それはこのクリニックでですね、学ばせていただいた経験のもとになっております。で、今年でなんとか無事大学院が卒業できそうですので、来年からはまた古巣のですね、天龍ロード相談所病院の総合内科に復帰する予定です。では、次お願い、次のあ、あスライと、ド。この写真は子供との写ってる写真ですね。今、3人子供がいまして、非常に育児でバタバタしているような状況です。はい。では次に次出おさせ願ていただきしまます。す。はい。今日お話しさせていただいている診断ということなんですけれども、まあ、先ほど括弧で臨床推論という言葉もありましたけれども、我々医師はですね、まあ、患者さんらですね、まず一番左の、画像で言うと、まあ、何か症状を持たれるわけですね。この写真では、まあ、頭が痛そうな、若い女性が頭痛いような症状をまず訴えられるわけです。で、まあ、病院や診療所に来ていただいてですね、まあ、まず患者さんのお話を聞きます。で、その後、まあ、診察をしたりとかですね、場合によっては、まあ、血の検査であるとか、まあ、お写真を撮ったりという検査をさせていただいてですね。で、診断をつけるわけですね。つまり、患者さんの症状をもたらしている原因となる病気は何なのかっていうことを、まあ、決めるのが、まあ、診断ということになります。で、まあ、その中でですね、何か、まあ、例えば、ちょっとまあ、これでしたら様子を見ましょうとかですね、お薬を出しましょうとか、まあ、場合によっては手術、入院をしなければいけないとか、何らかの判断を出すわけですよね。そのポイントポイントで、まあ、何か決断をするっていう流れが、まあ、臨床推論ということになるんですけれども、まあ、その中の一つが、まあ、診断診とい断。うことになります。で、患者さんも、まあ、今聞かれてる、もしかしたら一般の方も、まあ、病院に行ったり診療所に行って症状を訴える機会があると思うんですけれども、まあ、医師の先生がですね、どういうことを考えてですね、まあ、診断してるかっていうのは、まあ
なかなかわからないというと、まあ、当たり前でもあるんですけど、まあ、医師の方の頭の中っていうのは、患者さんもわからないし、まあ、僕らもですね、結構その診断について勉強するんですけれども、まあ、診断について卓越した先生ですね、先ほど例に出てきた清水太郎先生とかですね、上級医の先生が、どう診断してるかってなかなかわかんないですよね。いや、そうですね。まあ、なかなかその頭の中でどう考えられて病気を、まあ、診断してるかってなかなかわからないんですけれども、まあ僕もですね、研修医の時なかなか分からなくて、まあ、どういうポイントがあれば診断できるのかなっていうところを、まあ、考えていくうちに、まあ、先ほどの本を、の連載の内容にたどり着いたようなところがあります。で、まあ、患者さんにとってですね、まあ、この医師がどういうふうなものを考えているのかっていうのを知ることはですね、まあ、何に役に立つかというと、まあ、なかなか難しいかもしれないんですけれども、まあ、やはり、まあ、なんて言うんでしょう。患者さんがその診断にとって重要な情報を知っておくことで、まあ、適切な情報をですね、我々に教えてくれたりとかですね。まあ、あとは、そうですね。まあ、患者さんから、得る情報っていうのは、やはり診断において非常に重要ですので、まあ、何かそういうところでですね、今日のお話だとちょっと役立てばなと思っておりますし、まあ、ある意味診断っていうのは、まあ、ある意味ちょっと推理的なところも要素も、面白い要素そうですもあね。りますので、ちょっとそういう部分で興味を持っていただければ幸いです。じゃあ次のそスのラ通イりでドおす。願いします。そうですね。やっぱり医師はどう診断してるのかというところで、まあ、多分先ほどの、お話を聞いたりする際にですね、患者さんサイドでも、まあ、なんでこんな質問してるのかなとかですね、まあ、あと、いろいろ聞かれたけど、どの情報が実際重要で今回の診断に至ったのかとかですね。まあ、あとはいろいろ聞いたり、こう診察してるけど、まあ、結局検査で診断って決まりじゃないのとか思ったことあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。まあ、そういう中でですね、まあ、今回はまあ、診断の先ほどまあお話を聞いたり、診察とか検査とかいろいろ言いましたけど、まあ、どういうこと、どういう情報をですね、注目して、まあ、お話を聞いてるかっていうことをちょっと、述べていきたいと思います。じゃあ、ちょっと次お願いします。まあ、なのでですね、今日はまあ、医師が何を考えてですね、どう診断してるかをちょっとでも、皆さんに当たっていただければなというところでお伝えできればと思っております。じゃあ、次お願いします。とは言ってもですね、まあ、結構診断ってまあかそうなでりすね。複雑でして、まあ、我々も研修医の先生に教えたりとかですね、まあ、あとはまあいろんな場所で指導したりするんですけど、まあ、なかなか一朝一夕に教えられないので、まあ、今日はですね、まあ、以下の3点でですね、ちょっとどういったことを考えて、まあ、医師が診断しているのかっていうことをお伝えしようと思います。じゃあ次です。お願いします。1つ目じでゃあすね。1つ目はですね、頻度と重症度をいつも考えていますということをちょっとお話ししようと思います。頻度と重症度っていうのは何かというとですね、まあ、頻度っていうのは、まあ、その患者さんが、まあ、訴える症状の中で、まあ、どういった病気が多いかということですね。で、重症度っていうのは、その病気がですね、どれぐらいこう、放っておくと危ないかっていうことを考えています。次お願いします。例えばですね、胸が痛いという症状でやってこられた場合、まあ、胸の痛みをきたす疾患は何かっていうことをまず医師は考えるわけですね。で、その、まあ、胸を痛くする病気っていうのはですね、まあ、結構多いですよね。多いですね。まあ、大体3つ、まあ、3つ4つは考えようみたいな指導をすることが多いんですけれども、まあ、まずですね、まあ、鑑別診断といって、まあ、その症状を起こす病気を、まあ、列挙するわけですよね。で、例えば、まあ、胸が痛いっていう症状を起こす疾患を、まあ、この重症度と頻度という面で分けるとですね、まあ、例えば左上に挙げたような、まあ、心筋梗塞っていう心臓の血管が詰まってしまう病気とかですね、
まあ、大動脈解離っていう大きな血管が破けてしまうような病気っていうのは、非常に重症度の高い、まあ、放っておくと命に関わることもあるような病気ですので、そうですね。やはり見逃すと我々としても患者さんにかなりの不利益を与えてしまうというところで、まあ、いつも重要視している病気ですね。一方で、まあ、右下に挙げたようなですね、逆流性食道炎や肋軟骨炎ですね、あとは胸の筋肉痛っていう、まあ、その筋肉の痛みをきたす病気とかですね、スリッピングリブっていうのは、まあ、肋骨の下の方が引っかかって神経と引っかかって痛いような病気ですけれども、まあ、これらは、まあ、重症度としてはあまり高くない一方で、まあ、頻度としては、まあ、比較的高いかもしれないですね。で、また頻度もですね、結構見る場所で違うと言いますか、例えば、まあ、一般の診療所で見る病気の中ではですね、結構右下の、まあ、筋骨格系の病気といって、筋肉とか骨の痛みの病気というのは結構多いんですけれども、一方で、まあ、救急外来といったようなですね、結構、まあ、時間、夜に胸が痛くてやってくるような人を見るようなものでは、やっぱり左上のようなですね、結構重症度の高い疾患の割合が増えてきますよね。そうですやっね。ぱまありあ救急の、車とかでも来よ、ますしね、そもそも。そうですね。救急車でやっぱりやってくるような人とか、夜いにや、わざわそうざです病院ね。にやってくるいや、人っそていううですのね。は、やっぱり重症度の高い方が多いですね。なので、まあ、我々は結構、そのセッティングによってですね、まあ、その症状をきたす疾患の頻度とかですね、まあ、頻度が低くても、やっぱり重症度の高いものを見逃さないようにとかいうですね、そういう視点でやってると思いますが、大竹先生はどうですか？いや、そうですね。まあ、この二軸は非常に重要な軸で、必ず、ね、症例検討っていう、まあ、どういう病気ですかって考えるときにも、必ずこの二軸は抑えますよね。はい。なので、まあ、患者さんサイドとしてもですね、まあ、やっぱり重症度の高い疾患を見逃してしまうと、まあ、非常に不利益が高いですので、まあ、こういった視点で考えてるんだなっていうのは一つ、ご理解いただければと思いますね。じゃあ次お願いします。二つ目がですね、まあ、いつどう起こったか、そして、まあ、今までの病気と薬は非常に重要な情報ですということをお伝えしようと思います。我々が、まあ、お話を聞く際は、ある程度フォーマットみたいなのがあってですね、例えば、まあ、患者さんが、まあ、先ほどの例で言うと、まあ、頭痛でやってくるとするとですね、まあ、まず頭痛がどういうふうに、いつからどう起こったかっていうですね、まあ、原病歴といって、その病気の今回の流れについてお聞きしますね。で、そして、まあ、その患者さんの背景であるとか、例えばですね、どういったお仕事をされているかとか、誰と住まれているかとか、あとは今までにどういった病気をされたかとかですね、あと薬は何を飲んでいるかとか、タバコはどれぐらい吸ってるかとかですね、お酒は何をどれぐらい飲んでるのかとかですね、そういったいろんなことを聞いていくんですけれども、まあ、なので患者さんサイドとしては、なんでこんなことまで聞くのかっていうですね、気持ちになるかもしれないですが、まあ、この3点についてはですね、私結構重要な情報だと思っておりまして、ちょっと説明していこうかなというふうに思います。では次お願いします。急に話が変わったような感じがするかもしれないんですけれども、これはいつ起こったかっていうことについてなんですけれども、その症状がいつから起こったかっていうのは結構非常に大事な情報でして、例えば、まあ、今日からの症状なのと、まあ、1ヶ月前からの症状っていうですね、経過の違いで、まあ、結構考える病気が変わってくるんですね。で、若い方とか、まあ、自分で症状を話せる方にとってはですね、まあ、そういった症状を話すことっていうのは結構簡単なのかもしれないんですけれども、まあ、結構高齢の方ですね、ご年配の方にとっては、まあ、症状が出ないことが非常に多いですし、その症状を訴えれないことが多いですね。そんな感じありますか、大竹先生。いやー、むち高ゃく齢ちのゃあり方見まるときっすて。ね。いや、今結構高齢者を見ることが多いんで、はい。やっはい。ぱり、聞いてもよく覚えていなかったりとかっていうのもありますし、もう何年もとかいうふうに言われることもあるんで、ああ、何年もですそうかでみたすいよなね。とかはありますよね。
そうですよね。なかなか症状が経過を知りたくてもですね、わかんないことも多いんですよね。で、そういう時に我々がどういうことを考えながらやるかというと、まあ、結構その患者さんの生活がどう変わったかっていうことですね。ここに出している5つはですね、まあ、ADL といって、まあ、生活の基本的な動作ですね。例えばご飯を食べたりとか、歩いたり、お風呂に入ったり、着替えたり、まあ、トイレに行ったりっていうことは、まあ、その患者さんの生活の基本になりますけれども、まあ、症状がなかなか出なくてもですね、ご年配の方、こういった基本的な生活のことに影響が出る場合って結構ありますので、我々、こういったことに注目しながら問診することが多いです。例えば、まあ、食事がですね、食べれなくなったのはいつからかとかですね、今まではトイレまで歩けていたのに、トイレに歩けなくなって、まあ、ベッド上でおむつ排泄になったのはいつからかとかですね、お風呂に入るのがしんどくて、いつから入れてないとかですね、まあ、そういった症状の推移でですね、まあ、実際の病気の流れがいつぐらいから起こってたのかっていうのを聞くことが多いですね。あと、次お願いしてもよろしいでしょうか。あとは、いつどのように起こったかっていう、どのようにっていうことなんですけれども、この線は、まあ、非常に簡単な線で、私が患者さんにお話しして、聞くときに時々書く線なんですけれども、この線は、まあ、症状の程度と思っていただければと思うんですが、まあ、上の線はですね、非常に症状が、まあ、急激に起こっていることを明示する図ですね。一方で下は、まあ、数分数十分というふうに書いているように、まあ、症状が、まあ、ある程度ゆっくり出てきたということを、まあ、イメージしてもらうような図になります。これはですね、急に起こった病気っていうのは結構怖い病気が多くてですね、例えば頭が痛くなったような病気でも、上のようにですね、突発的に、もう瞬間的にピークに達したような病気っていうのは、例えば血管が破れたりであるとか、まあ、詰まったりとかですね、ねじれたりって言われるような病気のことが多いです。頭痛で言うとですね、やっぱり血管が破けたくも膜下出血であるとか、あとは脳出血っていうようなですね、非常にまあ迅速な対処が必要な病気っていうのは、もう急激に頭痛が発症することが多いです。一方でよくあるですね、片頭痛といったような、まあ、頭が締め付けられるような、まあ、若い女性に多いようなですね、疾患であるとか、あとは筋緊張型頭痛というですね、体をよく使った後に起こるような頭の筋肉が、の病気ですね。そういったものは、まあ、あまり瞬間的に頭痛が悪くなるっていう感じではないですよね。どっちかというと、なんかもう、いつ前から重くなってて、頭がもう一日中痛いといったようなことが多いんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、いつどのように起こったかっていう、どのようにっていうのはですね、まあ、こういった、まあ、瞬間的に起こったのか、まあ、それともその症状がある程度時間を持ってですね、ゆっくり起こったのかっていうのを聞くときに考えますね。で、まあ、瞬間的に起こったときはですね、その患者さんがまあ何をしてたかを覚えてることがありますね。例えば、まあ、なんかテレビのリモコンに手を伸ばした瞬間に頭痛が起こったとかですね、まあ、こう振り向いた瞬間に頭をバットで殴られたような感覚に陥ったとかですね、こうありありとその情景を言えることが多いですが、まあ、あまりこう下のようなですね、まあ、ちょっとゆっくりした経過で起こったものだとですね、あまりそういった瞬間的なことっていうのは少ないような気がします。なので、まあ、その症状がですね、いつからどのように起こったのかっていうことをですね、まあ、言っていただいたりとか、まあ、あとは、例えば、まあ、高齢の方と一緒に、まあ、LINE してもらうようなですね、付き添いで来てもらうようなこともあるとは思うんですけれども、まあ、そういう時もそういったことをですね、教えていただけると、我々医師は、まあ、診断に非常に重要な情報をもらったなというふうに思うと思います。では、ちょっと次お願いします。ではですね、今までのご病気っていうのは、まあ、非常に今回の疾患を決める診断に重要なことがあります。やはり、こう、繰り返して起こる
病気っていうのも多いですし、はい。まあ、以前にですね、された不病気、例えば、まあ、一度お腹の手術をされた方が、もう一度お腹が痛くなるとですね、まあ、お腹を開けると、やっぱ腸の動きが悪くなったりしますので、腸閉塞っていう病気を、が、お腹痛の原因になることがありますし、まあ、定期的に受診している病気がですね、原因で疾患が起こることとかですね、まあ、やっぱり糖尿病とか高血圧、高脂血症をお持ちの方っていうのは、ちょっと血管を詰まるリスクが高かったりしてですね、考える病気が変わってくるっていうことがありますので、今までの同病気っていうのを詳細に聞くことは非常に重要だと思っています。ただ、なかなか患者さんもですね、今までの同病気を全部把握していることってなかなか少ない、特にご年配の方になると、なると思いますので、なんというんですかね。結構詳細に聞くことが多いですね。今までなんか同病気されましたかみたいな感じで聞くと、いや、何もしてないですそうみでたいすね。な返事が返ってくることが多いんですけど、まあ、例えば入院はありますかとかですね、手術はありますかとかですね、ちょっと細かく聞いていくと結構出てくることが多いですね。そうですね。それ超あるあるですよね。はい、そうえ、ですむちゃね。くちゃ手術してるやんみたいなので、あ、もそうう同で病す気ありね。ますかって聞くと、いや、なんもないはかっい。たですみたいな感じで答えられてしまうそうことでがすありね。ますね。お腹を診察すると、手術の後だったりとかですね、しますよね。何も同超病ある気あないっるでてす言ね。われたとして。まあ、やっぱりその病気を病気と思ってらっしゃらなかったりすることってよくありますよね。もう一回解決したらそれで終わりと思ってらっしゃったりとかですね。ありますよね。で、あとはやっぱり検診を受けてらっしゃるかとかですね、そういうことを聞くこともあるんですけど、まあ、やっぱり今、受診されてないだけでですね、実は同病気を持っいてるっや、ていうそうでこすとね。もありますので、まあ、そういうことを聞くこともありますね。まあ、なので、まあ、すごい稀な方ですとですね、今までの同病気、まさに我々が今聞くようなリストをですね、メモにして持ってきてくださる方とかもいらっしゃいらっるんしゃいでますすけれね。ども、そうですね。こういったことをですね、まとめといていただけるとですね、我々の方としても非常に役に立ちます。じゃあ次お願いします。次は薬薬でですね。すね。なんで薬と思われるかもしれないですけど、薬がですね、症状の原因になることって結構あるんですよね。例えば、まあ、むくみの原因になったりとかですね、まあ、便秘とかですね、吐いてしまう原因になったりとかですね。まあ、いろいろ、やっぱり副作用で起こってしまう症状っていうのはいろいろありますので、薬何飲まれてるかって非常に大事な情報なんですよね。なので、まあ、僕らとしてはですね、まあ、薬の情報を知りたいんですけども、こちらもなかなかですね、ご自身で全ての薬の名前を覚えておくのって結構大変やと思いますので、薬手帳をですね、持ってきていただけると非常に、我そう々ですね。としては助かりますね。あとは、サプリメントとかですね、漢方をご自身で買って飲まれてる方っていうのもいると思うので、そういうのも我々お聞きします。こういうので起こることもやはりありますので、漢方もやっぱり副作用あったりしますので。そうですね。あとは、先ほどのですね、今までの病気何されたかっていうのを、まあ、ご自身は覚えてなくてもですね、飲んでる薬でですね、ある程度把握できるっていうこともあります。あとはちょっと特殊な話になりますけれども、まあ、家族さんの薬をですね、飲んでないかっていうこともお聞きすることがありまして、まあ、これは例えばですね、まあ、やっぱり痛み止めとかですね、あとは睡眠薬とかをですね、家族様のやつを飲まれてる方っていうのは時々いるんですけれども、やはり、それが効きすぎるっていうことが時々あってですね、症状を来すっていうことがありますので、まあ、そういうのをお聞きすることもあります。あとは、服薬管理ですね。誰がされてるかっていうのをお聞きすることもありまして。これはやはりですね、ご年配になってくると、やっぱりちょっと物忘れとかがあってですね、薬をこう多く飲みすぎてしまう方とかもいらっしゃいまして、で、それが効きすぎてですね、症状を起こしてしまうこととかもありますので、まあ、診断にあたってはですね、薬の情報っていうのは、こういったですね、ことが非常に重要になってきますので、まあ、患者様としてもですね、まあ、薬手帳を持ってきていただいたりとか、まあ、今、この方のですね、薬は誰々が管理してますっていうことを教えていただけると、非常に診断に役に立つかなというふうに思います。
じゃあ次お願いします。では最後にですね、検査で診断が決まらないことがありますということをお伝えしようと思います。これは先ほどですね、結局検査じゃないのみたいなことを思われる方ってやっぱりいると思うんですね。例えばやっぱりまあ昨今だとインフルエンザとかですね、コロナウイルス感染症っていうのは、検査をしますよね。鼻から、綿棒みたいなのを入れてですね。で、それを、まあ、ちょっと、その迅速検査のキットというのに入れてですね、こう、線が出てくるみたいなものを皆さん見られたことあるかもしれませんけれども、まあ、ああいう検査でですね、診断が決まるなら、結局、まあ、お話を聞いたり、診察っていうのはどういった意味を持つのかっていうことを思われる方がいらっしゃるかもしれません。ただですね、検査っていうのは、診断にですね、役に立つものではあるんですけれども、まあ、それだけで決まらないこともよくありまして、例えば、まあ、インフルエンザの迅速検査っていうのはですね、症状起こってたら半日以内だとなかなか陽性に出ないことっていうのは実際多いですね。なので、そういうタイミングで、まあ、インフルエンザの症状ですね。例えば、まあ、熱が出たり、咳が出たりとかですね。まあ、そういった風邪の症状で来られていて、まあ、お話を聞くと、まあ、家族さんにインフルエンザがいたみたいなんですね。非常に濃厚接触されている場合にですね。まあ、まだ症状が出て半日経ってない時に、まあ、検査で陰性だってもですね、まあ、インフルエンザと暫定的に診断する場合っていうのは、我々時々あるんじゃないかなというふうに思います。あとは、まあ、採血の検査とかでですね、いろいろ、まあ、その診断に得意、診断を決める検査っていうのはいろいろあるんですけれども、やはり、まあ、病気であってもですね、その検査が陽性にならない。陽性っていうのは、まあ、その検査が、まあ、プラスマイナスでいう、プラスにならないっていうことは、やはり時々ありまして、まあ、なかなか診断が検査で決まらないことっていうのは多いですね。なので、まあ、検査をする前にですね、その患者さんが、まあ、何か疾患を疑って検査をするんですけれども、その疾患の可能性が、まあ、どれぐらいあるかっていうのを、こう、見積もるっていう作業はですね、まあ、我々医師にとって結構重要な、ことでして、まあ、それをですね、お話を聞いたり、まあ、診察をしながら考えていますので、まあ、なのでですね、まあ、大変検査は大事なんですけれども、まあ、診断は検査だけではないということを、ちょっと患者様サイドにも知っておいていただけるとありがたいかなというふうに思いますね。むちゃくちゃ重要ですよね。はい。じゃあで、次お次願いでしすてもいいね。でしょうか。で、まあ、おそらく清水先生はこういう話をされたのかなとも思うんですけれいどや、も、清水先生はもっとぶっ飛んだ話をしていかれましまあ、もた。ともとの話です。今言ったですね、診断のプロセスっていうのを、流れをですね、図示すると、まあ、こういったものになります。まあ、健康問題が発生してですね、医療機関を受診してですね、で、我々は情報を収集するわけですね。患者さんのお話を聞いたり、診察をしたり、検査をしたりっていうところで情報を収集するんですけれども、まあ、その情報をですね、まあ、まとめたり、まあ、解釈したり、まあ、整理したりするわけですね。で、それで、まあ、暫定的に診断をつけます。ただ、まあ、この診断っていうのは、なかなかその場でつかないことも多いんです。その受診していただいたその日につかないことも多いんですけれども、まあ、そのタイミングでですね、先ほど言ったその診断が、まあ、この疾患の可能性がどれぐらい、何パーセントぐらいあるかなっていうのを考えつつですね、で、その疾患の先ほど言った重症度であるとか、まあ、そういうのを考えてですね、まあ、あまり重症でなくですね、様子を見れそうであれば、そのタイミングで診断がついていなければ、少し様子を見るっていうことがあるかもしれません。まあ、時間がですね、解決してくれたり、時間が経てば分かる診断っていうのも結構多いかなというふうに思います。一方で、その診断が、まあ、ちょっと100%ついていなくてもですね、ちょっと今の患者さんの状態的に、治療に踏み切った方がいいだろうということが考えられるのであれば、診断がある程度不確定でもですね、まあ、治療に進むこともあります。まあ、ただその治療のですね、副作用とかですね、まあ、メリットデメリットを鑑みてということになりますが、まあ、そのポイントポイントでの、
決断というのが、まあ、臨床推論、まあ、どういうことを考えてやるかというのが臨床推論ということになるかなというふうに思います。次、お願いします。こちらが、まあ、最後の図になるんですけれども、まあ、先ほど言ったようなことになるんですが、まあ、患者さんの問診や診察を通じてですね、集めた情報を整理しまして、まあ、患者さんが持っているですね、まあ、問題点、プロブレムっていうのを我々は頭の中で表現します。例えば、まあ、10日前からですね、まあ、若い女性に起こった、まあ、頭が締め付けられるような痛みであればですね、まあ、若年女性の、まあ、ある程度慢性経過の頭痛といったようなですね、まあ、医学言語に落とし込んだようなですね、プロブレムの表現っていうのをします。で、我々は結構頭の中にですね、その疾患がどういう経過で来るかっていうのを、まあ、知識であったりとか経験からですね、まあ、溜め込んでいると思うんですね。例えば、まあ、片頭痛であれば、こういった経過で来るだろうとかですね、一方で、まあ、くも膜下出血っていうような血管が切れてですね、非常に、まあ、生命に関わるような頭痛であれば、こういう経過で来るだろうというようなですね、まあ、その疾患の流れっていうのをいろいろ蓄積してるんですけれども、まあ、それを、まあ、イルネススクリプトと、まあ、専門用語で言いますね。で、それを、まあ、今、患者さんが、まあ、訴えてきたですね、情報のプロブレムに合うようなですね、疾患のイルネススクリプトっていうのは、まあ、頭の中から、まあ、検索してきてですね、まあ、これだったら合いそうだということをですね、選択するというのが、まあ、診断のプロセスになっております。まあ、なかなかこの辺は一般の方には、まあ、難しいかもしれないんですけれども、まあ、ある意味ですね、推理をするような形でですね、我々はまあ病気をですね、診断しているのだなということを、まあ、少し、まあ、ご理解いただければですね、今日の、レクチャーの意味があったかなというふうに思います。はい。以上になります。ありがとうございました。いや、先生ありがとうございました。非常に分かりやすいレクチャーをいただいたかと思います。りがとうございます。そしたらですね、ちょっとこれにも関連するお話で残り、20分弱ぐらいですかね。ちょっと2人で対談形式でいろいろお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、題してですね、診断する医師の頭の中どうなってるっていうことで、まあ、なかなか冒頭にも言っていただいたように、まあ、ちょっと後からの話も出てきますけれども、診断のことを、まあ、一般の方に知っていただくのって難しいなと思っていて、それこそ僕も音声配信、まあ、ずっと3年以上やっている中ああ、で、すもうごい。診、はい。はい、診断に関して、話したこともあるんですけど、結構ただやっぱりなんかどうやって伝えたらいい、まあ、知っていただいた方がいいのはいいと思うんですけども、なんか、どうやって伝えたらいいのかなというので、で、まあ、今日はですね、ちょっとこの5つぐらいをざっくばらんにお話していけたらなと思うんですけども、まず1つ目ですね。まあ、ちょっと誤診っていうと言葉きついですけども、やっぱりこう診断が、まあ、先ほど、ね、スライドの中にもありましたけど、暫定のことってあるじゃないですか。今はのい、あ時り点でまはここす。までしか言えませんみたいな。その辺って患者さんにどういう感じで説明したりとか理解していただいたりとかってありますか？難しいですね。いきなり難しい話で すすね。い結ません、構いきなり難しい いとこやろ。いや、いや、そう、明らかに例そうえでばすなんよかカメラをね。やって、それのなんか病理の顕微鏡の検査の結果待ちですみたいなのだったら、まあなんか共有しやすいかなと思うんですけども、例えばですけど、なんか膠原病の類とかですね、はい。なんかまあ、その一発診断できないことの方が多いじゃないはい。ですか。いや、そうですね。なかなか、来ていただいたその日に診断がつかない病気っていうのも結構ありますよね。まあ、そうですね。非常に、なんていうか、診断っていうのは不確実なものでして、なんていうか、テストの丸バツクイズみたいに、そんなにパーンと答えが出るわけではないというのを、患者さんに理解してもらうっていうのは、結構やっぱ説明の中でも難しいですよね。やっぱり先生も実際、徹底してもそうですか。いや、その風邪とかも最そうで近、すね。コロナに関連しても、まあコロナでもないけど、インフルでもないけど、みたいな方とか結構いるじゃないですか。言いますね。で、風邪って言われたんですけど、実は後々違いましたみたいなのがあったりですああ、る。そうなんですよね。で、風邪は後々違ったっていうことも非常に深い、ね、診断ね。名というか、まあ、暫定診断ですけど、
はい、なんそうで、思います。はい。だからそうですね、どうその不確実性みたいなところを患者さんにこう理解してもらいながら、また、耐えてもらうと言ったら変ですけど、こう一緒に付き合っていくかっていうのは結構やっぱ外来の、特にその初めて会ったような患者さんの中だと結構難しいですよね。どういうふうに説明すればそれが分かってもらえるかっていうのはまだ私も手探りでやってますね。まあ、ただ今分かってることとかをちゃんと分かりやすく説明するっていうのはやっぱ大事だなと思って、そうですね、確かに。例えばやっぱり私は結構紙に書いて渡すことが多いんですけれども、まあやっぱり話すだけではなかなか伝わらないと思いますので、まあ、何かこう持って帰ってですね、やっぱ家族さんと話したりとかですね、家でやっぱりインターネットで調べたりすることも患者さんあると思いますので、そういう時にまあ持って帰ってもらえるようなですね、何か説明の言葉っていうのを渡すようにはしてるかなというふうに思います。まあそうですね。まあここまでは分かっていて、ここからは今調べああ、てそうるで最す。中だとか、そういうのはがい。共有されるといいですよね。そうですなるね。ほど。ありがとうございます。で、2つ目はですね、このまあシステム1とシステム2って書いてしまいましたけれども、まあ直感的なこう思考と、あと分析的な思考っていうふうに分かれますけれども、それこそまあ冒頭に言っていただいたように、まあ我々なんか患者さんが症状を訴えてくると、まあ、自動的になんか病気これこれの可能性あるかなとか考えるじゃないですか。まあ、実際カンファレンスとかでもそういうふうに研修医とかにも指導すると思うんですけども、なんかそれこそさっきの話で胸が痛いってなると、もう自動的に「はい狭心症」「はい心筋梗塞」「はい大動脈解離」みたいな、そのまあ見ろ、なんか流れ作業的に挙げられるのはいいんですけども、いやそのシチュエーションでそれは考えなくないみたいなとかもあったりするじゃないですか。このはい、あ辺るとで思います。どういうふうに、まあちょっと一番最後のやつにも関連しますけども、使い分けはたい、りとかありしてがますとうごかざいね。ます。そうですね、システム1っていうのは、今、大竹先生言ったような直感的な思考回路といって、まあ、結構、この見た瞬間に分かるといいますか、その患者さんの症状であると、その患者さんの訴え、その患者さんの見た目とか見た瞬間に、まあ、診断が思いつつといったような直感的な思考がシステム1ですね。で、システム2というのはどちらかというと、まあ、鑑別診断を一つ一つ上げたりであるとか、まあ、アルゴリズムといって、まあ、この検査がこうだったらこっちに進んで、みたいな、こう、そういうのであったりとかですね。まあ、そういったのがシステム2になると思いますね。で、今、大竹先生言われたのは、まあ、多分、研修医の先生がシステム1であげると結構、まあ、多分、頻度とかですね、やっぱ重症度に偏りがちなのかなというふうに思ってて、まあ見逃まあ、やっしぱてはいけなり、いのに、どうしてもフューチャーされがちですしね。そうですね。救急とか。まあ、やっぱり経験の少ない先生だと、まあ、それを、まあ、重症度に従った鑑別診断を上げるっていうのが、まず多分、一番重要というか、まあ、見逃したら、やはりダメな疾患をまず考えるっていうのが大事だと思うんですけれども、まあ、やはり、まあ、ある程度経験してくると、まあ、その患者さんのセッティングによって、まあ、鑑別診断の頻度っていうのが結構違うんだなっていうのが、なんとなく経験的に分かってきたりとかですね。あとは、上がっている情報の中で、まあ、どの情報が、まあ、重要なのかっていう重みつけっていうのが、多そうで分、すね。経験をするとできてくるのかなというふうに思ってまして、まあ、そういう部分で、多分私と大竹先生もですね、まあ、だいぶ年齢が上がっていくに従ってですね、経験からそういった患者さんの訴える情報の中で、まあ、重要な情報というのが、まあ、ある程度自然に判そうで断ですきね。るようになっいてや、きた確かに。ことで、まあ、研修医が挙げるですね、鑑別診断というのはちょっと違うんじゃないかっていうような考えに至るケースが多いんじゃないかなというふうに思ってまして。まあ、その頻度であるとか、まあ、特異性が高い情報っていうのをどう伝えたらいいかなというところで、まあ、最初に出てきた診断キーフレーズっていう本を、まあ、ちょっと書いたようそうなですね。流れになりますね。はい。ぜひとも診断キーフレーズを、これはをい。研修医が見ているかどうか分かりませんけれども、に、は購入いただいてって感じですね。い。はい。はい。あの本は、その特異的な情報を、どういうふうに、検出するかっていうそうのですね。に、
ちょっとチャットモッドした本になっておりますので、まあ、よかったら読んでいただければと思います。マストで読んでいただきたいと思いますね。はい。続いてですね、続いてはですね、こう診断ができないときって書きましたけれども、結構、心療内科でもいろいろ検査し尽くしましたけど、申請じゃないですかみたいな感じで紹介になることはあって、その中では何らかの機能性疾患を見逃されているっていうことも、なくはないんですけども、でも本当にね、なんていうか、病気かどうかの微妙なラインとかですね、いろんな症状はあるけど、どれにも合致しないしみたいなことって、しばしばあると思うんですけど、でそういう時どうしてますかっていうか、世の中では結構自律神経失調症みたいなってああ、ちょっそうと、ですちょっとね。僕はアンなんチかよ自く律わ神から経ない失調し。症論者なんですけども、僕もアンチやと思います。そういうああいう診断名つけてしまって、いうのとかあったりすると思うんですけど、その辺どう考えてますかね、先生。ありがとうございます。そうですね。僕もアンチ自律神経失調症だとそう思いでますすけか。ど、失礼しました。自律神経が失調になったら、結構いろんな症状が本当は出ますよね、やっぱり。と思いながら見てますけど、診断できないケースやっぱ多いですね、私の場合も。で、まあ、その際に、本当にやっぱりまだ疾患が隠れてる場合っていうのももちろんあって、まあ、時間を経てばですね、何か手がかりが出てくる場合もありますし、あとは、やはり、まあ、器質性疾患の境目にあるようなですね、病気のこともやっぱりあると思いますね。まあ、そういう時も、まあ、どういうふうにするかっていうのは結構難しいと思いますけれども、まあ、ある程度、まあ、怖い病気、見逃したらいけない病気っていうのが、まあ、除外できたことをきちんとお伝えした上で、まあ、やはり、まあ、その症状を持っている患者さんと、まあ、ある程度、こう、長い付き合いをしていくというか、まあ、伴走していくようなことをイメージしながら付き合っていくことが多いかなというふうに思いますね。その患者さんの背景であるとかですね、まあ、やっぱり仕事の問題とか、まあ、家族関係、人間関係の問題とかですね、まあ、いろんなことから体の不調を訴えられる方っていますので、まあ、そういう、まあ、ちょっと患者さんの背景を深掘りしたりとかですね、まあ、時間が経つにつれて、そういった症状がどうなってくるかを見ていったりとかですね、するために、まあ、外来を、まあ、継続してみたりとかですね、そういうことをするケースが多いんじゃないかなというふうに思います。大丈夫だったらもう就寝でということは、私はあまりしないことが多いです。ありがとうございます。大滝先じ生ゃあ、はどうされてるんですいや、僕も似たようなスタンスですね。か？ やっぱり診断、いや、というか、先生も診断できないことあるんだっていうので、すごい安心いしや、ましたもう、けど、なんぼでもありなんまぼでもあす。りますか。いや、でも、なんていうか、どうしても医者って神格化されすぎていて、それこそ、さっきみたいな、名医にかかると一発診断みたいなのが、結構、キャッチーに。ね、マスコミとかにも出されますけど、実際にはそんな、スパッといかないこともあるっていうか、そっちの方が多いですし、診断つかないケースとかも結構ありますからね。っていうのを知ってもらいたいなと思って、お聞きしました。で、4つ目ですね。これ5つ目はもうさっき言っていただいた4つ目が、まさに先生の書籍もそうですけど、頭の中を言語化することっていうので、やっぱりこの診断のことって、診断の神様みたいな人とか、それこそいるじゃないですか。こういうのを聞くと、なんでそうなったみたいなのとか結構あると思うんですけども、この辺って先生、教育面でもそうですし、実際の診療面でもどういうふうに周りに共有したりとかしてるかなと思って。ありがとうございます。そうですね。まあ、診断を勉強する勉強会とかも、私、研修の頃連れて行っていただいたりしたんですけれども、やっぱり、上の先生が何考えてるのかわからないっていうケースは結構多かったですね。そうですね。神々の遊びってやつですよね。神々が何を考えてその質問をしてるのか、そうです。分かんなかったりすることが多いですね。なので、まあ、若い先生方とかですね、今勉強されてる方に、まあ、自分の頭の中を言語化して教えてあげることっていうのは、まあ、一定程度重要なのかなというふうにも思いますね。まあ、でも一方で、なんか言語化できないことっていうのは多分あるんだろうなと思ってたいや、り、そうですね。
言語化すると何か、まあ、ある意味価値が下がるじゃないですけど、なんか、これも言い、なんか言葉にしづらい部分もあるんですけど、言語化できない感覚っていうのも大事なんだろうなと思いながら、なんか教育に当たったりもしてるんですけど。やっぱそうですよね。いや、その第六感的な、その全部言語化できてはい。るわけではなで、いですし、そうですそれね。こでそ、きないし、はい。言語化するデメリットもな、多分なんかあるんだろうなと思いながら。いや、それは先生からそのお言葉を聞いてよかったではすし、い。いや、多分将棋とかはでい。もね、藤井聡太八冠もなんか多分、はなんか思ったんですよねみたいな、そんな感じ とかあったりするんい。で、なんかそこら辺は、はい。はい。なんか、はい、言語化できないそうでもすのもあね。りそうな気はやっぱはしい。ますよね。なんか、画像診断とか多分そうだと思うんですけそうど、ですね。いや、確かに。ね、はい。画全部を像言語化でき診ないんだ断。ろうなという思いながら、そうですね。いや、画像診断で思はいい。出しましたけど、画像診断のすごいプロの先生が、いや、見えたはでい。いしょみたいな感じで言ってて、や、いやいそうそうや、そうそうそうなんです。いや、見えてないですけど、みたいな、ああ、そうなんです。ありますよね。はい。そういうのってやっぱ言語化できない部分ってあるんだろうなと思っております。はい。私の古巣の病院で、CT の画像でですね、胃の中にアニはい。サキスを何匹いるかを言い当てた放射線科医がいましたね。なあ、すごいですね。いや、それどう見えてんだと思いまどうしやたっね。て。ははい、という感じで、い。はい、いろいろお伺いしましたけども、いい時間になってきてしまいましたので、いあ、あや、りがとうございまはい、す。ありがとうございます、先生。非常にいろんな、示唆に富むお言葉をいただけて、私は嬉しかったです。はい、それではです。最後、告知だけ一瞬ですけども、遺族外来を私、開業してしまいました、してしまいましたね、開業しましたんで、その中で遺族外来もちょっと力入れてやっていこうかなと思っていて、ちょっとこの概要欄に LINE の公式アカウントを出しておこうと思いますので、そこからもし、なんか、こういう症状で見てもらえますかみたいなのがあれば、お問い合わせいただけたらと思います。これははい。グリーフケアみたいなことをされそうでてすね。るグリーっていフうをちょ感じ。っと、ああ、やっぱりす大ご事いだですなとね。改めて思っていて、大最事で近。すね、は確い。かに。結構、グリーフからの症状の方も心療内科いるんですね。いや、ああ、聞くそうなんと、いや、そでれ、ちゃんと死別の経過の中での、物儀式は十分でなかったりとかですね、いうね。なこるともほあるど。なと思って、はい、ちょっとそういうところに関われたらいいかなと思って、はい、です。はい。ということで、じゃあ先生、最後に今日の感想などですね、いただけたらと思います。はい。ありがとうございます。まあ、なかなか一般の方に診断のことを説明するのも難しい部分も多いんですけれども、まあ、やはり知っていただくことでですね、患者さんサイドが診断に、寄与できる部分っていうのもやはり最近多いと言われてますので、まあ、ぜひちょっとご興味持っていただき、今日の、このお話をきっかけにご興味持っていただければ幸いです。今日はありがとうございました。どうも先生、本当に分かりやすいお話と対談をいただいてありがとうございました。はありがとうごい。ざいました。では、おやすみなさーい。はい、じゃあ失礼しまます。す。